はい、こんにちは、静岡大学の小田と申します。今ですね、焼津の浜通りにあるホヤというところにいるんですけれども、静岡大学の地域応援プロジェクトという予算をの助成をいただきまして、ここで、いろいろな、企画を考えているんですが、感染症対策のために今マスクをしています。ここで、秋にですね、安田昇さん、能楽師の安田昇さんたちに、耳なし法一、小泉弥雲の耳なし法一と、それから、もう一つ小編を、上演していただいてあるんですけれども、そういうのをこれから、公開してい いきますが、その、制作メンバーが今日は揃っていますので、じゃあ自己紹介をお願いします。どうもこんにちは。トラディショナルサウンドという、民族音楽の、プロデュース並びに、音響とか照明をやっております堀池隆二と申します。よろしくお願いします。今回は、録音とですね、照明、それを担当させてもらっております。映像担当、編集担当の、万寿と申します。一応モダージュっていう名前で映像関係をやっていますので、今回よろしくお願いします。はい、そしてこちらの庭の宿ホヤの運営をさせていただいております拉致樹園の拉致麻耶と申します。今回はこのような素晴らしい企画をこの歴史的建築物であるホヤを舞台に繰り広げていただくことができ、本当に嬉しく思っております。どうぞよろしくお願いいたします。というメンバーでですね、今後ろに庭が見えてます。庭の宿ということで、どの部屋もそれぞれに物語があるというか、すごくいろんなことがやれる可能性のあるところなんですが、今回は、2階の、道路に面した、部屋で、能楽師の安田昇さん、琵琶の塩高和之さん、それから、俳優の佐藤吹子さん3人に、小泉弥雲、すぐ近くに小泉弥雲が住んでいた家があるんですけれども、そうゆかりの人ということで小泉弥雲の作品の上演をしていただきました。ということで、早速ご覧いただきたいと思いますので、楽しみにどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。これから小泉弥雲、ラフカディオハーンの耳なし法一の話をします。この話ちょっと省略した部分がありまして、その部分を最初お話します。平家の一門は壇の浦で滅びました。滅んだ後壇の浦には呪いがかかった。例えば平家の顔をした平家蟹が出現し、あるいは船は沈められ、泳いでいると海の中から足が引っ張られる、そういうような不思議なことがたくさん起こりました。そこで平家の怨霊たちの魂を慰めるために阿弥陀寺というお寺が建てられました。その阿弥陀寺が建てられた数百年後のお話です。ではお聞きください。ある夏の夜のこと、住職は法一人を寺に残して法事に出かけた。暑い晩であった。法一は涼もうと寝間の前の縁側に出た。住職の帰りを待ちながら琵琶を断じていた。やがて裏門から足音が聞こえた。足音は庭を横切り
方一のすぐ前で立ち止まった。いかに方一。方一は驚きのあまりしばらくは返事ができなかった。方一。はい。どなたでございましょう。さても我が君はこの壇の裏にご滞在なさるる。その琵琶を携えと共に来たり空へ。武士の命令である。断ることはできない。方一は琵琶を持ち見知らぬ侍と共に出かけた。案内する侍の手は氷のように冷たく。歩くにつれて。カタカタと鳴る音は祖域おしなう夜を明け。その侍が甲冑をつけていることを示した。やがて侍は立ち止まった。方一は目は見えなかったが、大きな門の前にいるということは分かった。しかし、赤間が関には阿弥陀寺の大門のほかに大きな門があるはずがない。方一は不思議に思った。方一は女の手に導かれて果てしないほど長い廊下を渡り、やがて大きな部屋の真ん中に導かれた。森の木の葉のような絹ずれの音、ささやくようなざわめきは宮中の女官たちの言葉であった。鬼方一、我が君の仰せには平家一門の運物語語って聞かせよとの恩ことなり。平家物語をすべて語るには幾晩もかかります。どの情を語りましょうか。ことに哀れなる壇の裏の戦物語はって聞かせそらい。方一は琵琶の調子を整えて語り始めた。
3月24日の宇の国に、長門の国、赤間ヶ関、壇の浦にて、源平両軍の戦いが始まった。壇の浦は流れが激しい。急流に慣れない源氏の船は、牛尾に押し流されてゆく。その時平家の御方に、新知恵なもん、この森の木を、船の館に立ち入れて、大音上をあげているよ。こにめんめん、我ら平家の運命、すでに尽きたり、しかれども、なおこそ姫、命をいかに惜しむらんと、一戦予想の表戦を左右中へと密に分け、500人の勢力を振りすぐり、500の意味に、500の矢をはめて、皆一同に、キリキリキリと、引き絞り、ひいふっとぞ、一斉に、生きったる。源氏は3000余艘の船。船の数こそ平家より多いが、平家に比べれば烏合の衆。その中でも真っ先に進んで戦うのは、九郎宝眼義経。しかし、盾も鎧もたまらずして、散々に意、しらまつある。平家の勝ちには、これを見て、味方かしかり、月に時をぞ、つけたれ。宝一は声を張り上げ、壇の浦の合戦の様を語った。やさけびの声、時の声、エビラを叩く音、船旗を打つ音、足踏みの音、兜に当たる矢の音、刃の響き。宝一は語りながら自分の左右にささやく称賛の声を聞いた。宝一はいよいよ歌い、かつ断じる。源平両家の船戦、気づく勝つとも見えざるに、時に利あらず運もつき、人の心も移りゆき、四国鎮西のつわものどもは、平家に背きて源氏につく、従いたりし者どもも、氷見に向かって弓を引き、衆に対して太刀を抜く。
新琴の身に揺られ揺られて、この岸に寄らんとすれば、波高くしてかないがたし、この身際につかんとすれば、矢先をそろえ待ち構え、可能まじとて入りに蹴り、やがて池は押されに押され、ここに源氏のつわものどもは平家の船に乗り移り、価値観乗り、あるいは居殺し、あるいは太刀にて斬り殺し、皆船底に伏しに蹴り、その頃平家一門の人々は皆今日が最後ということを知っていた。中でも二位の尼は三種の神器と、そして幼い安徳天皇を源氏の手には渡すまじと、安徳天皇を抱いて船の外に出た。今はこうよと見えしかも、二度の安徳天皇抱き参らせて、船端へ連れ立て待つ。その時安徳天皇が仰せられけるは、いかに尼御ぜ、我をば伊豆くへぐしてゆくぞ。三蔵郎、波の下に極楽浄土とて、めでたきところの早漏へ、立て祭るべし。先手小さき御手を合わせ、まず品貸しを伏し拝み、伊勢大神宮に御いとまもさせたまい、その後西に向かわせたまいて、南無阿弥陀仏とお念仏申す。今ぞ知る。今ぞ知る。ミモッソ川の流れに、流れに波の底にも、都ありと。波の底に都ありとは、ありと。これを最後の余生にて、二度の安徳天皇抱き参らせて、船旗をかっぱと踏み外し、城の底にぞいたも。残った人々も皆、
無遊病者のごとくに後から後に続いて海に飛び込む。残りとどまる人々のおめき叫びし声、地獄の果ての教官大教官の炎の底の罪人のごとし。幼き帝を抱き立てまつった二位の天の受水を語った時に、宝一の耳には長い長いおののき震える公文の声が聞こえ、やがてそれは大きな泣き声に変わった。語り終わった後もしばらくの間はむせび悲しむ声が続いた。しかし突然愛国の声は消えて、その後には深い静謐が続いた。いかに宝一ただいまの物語、君もそぞろに涙を流し申されそろ。さて何時に折り入って頼みがある。今から6日の後、我らは都に登る旅に出る。それまでの間、舞をここに来て、平家の御物語を語り、我が君を慰めてはくれぬか。はい。また我らがここにいることや、汝がここに参ること、誰にも語ってはくれるな。はい、受けたまわってございます。ゆえゆえ、宝一は自分を案内してくれた家来に連れられて戻っていった。家来は寺の裏の縁側のところまで宝一を連れてきて、そこで別れを告げて帰っていった。